はい、今回の動画は1円スマホとして投げ売りされている楽天ミニをいろいろと活用してみて役立つスマホにしてみようという内容になります。現在ですね、この動画を撮影している時点で楽天ミニは楽天アンリミット回線とセットで契約することによって端末代がね、1円になるという特価セールが実施されています。で、この1円スマホと化した楽天ミニ、まあ普通に使っていくとですね、バッテリー持ちが結構悪いんでサブスマホとして期待してる人も多いと思うんですが、使っていくとだんだんとね、バッテリー管理がめんどくさくなって放置するようになってしまうっていうのがね、今回1円セールで契約した人たちが数週間後、数ヶ月後に陥る問題なんじゃないかなと思ってるんですね。で、せっかくね、1円っていう価格で買えたスマホなんで飽きて使わなくなるなんてことにならないように、スマホだけじゃないね、ちょっと変わった使い道ってところをこの動画では少しですが提案していくんで、楽天ミニを1円でゲットした人はね、使い方の一つとしてちょっと見てもらえればなと思ってます。はい、というわけで早速1円スマホの楽天ミニをスマホ以外で活用していく方法を提案したいのですが、まず最初に提案してみたいのは1円カメラとしての利用ですね。この楽天ミニ、見た通りコンパクトなスマホで1円ということになってるんですが、カメラもね、ちゃんとついてきます。なのでね、コンパクトな小型カメラとして活用していくという使い方をね、一つ提案していきたいなと思ってるんですね。で、このカメラデフォルトの状態でもそこそこ使えます。光のあるところだとそこまでおかしな絵にならないですし、1600万画素のセンサーを持っているんで画質もあります。ただ暗いところの写真はね、かなり苦手で、撮影してもですね、もう何が写ってるのかわからないレベルになっちゃうんですね。なのでこのカメラを夜間でもね、もう少し使い物になるように Google カメラを導入するというのをね、提案したいと思います。 Google カメラの導入はですね、野良のアプリファイルをダウンロードしてインストールする必要があるんで、あくまでもね、自己責任でちょっと導入をしてほしいんですが、こちらを導入することでね、夜景モードを運用できて、暗いところでも結構しっかりとした写真が撮れるようになります。で、実際の写真はこんな感じです。結構暗所での撮影というのがね、実用性高くなっているのがわかると思います。日中もね、まあこんな感じの写真が出来上がってます。白飛びも防げて、少しね、クリアな感じが出てるのもわかると思います。まあさすがに、これでね、カメラ用途のために楽天ミニを持ち歩くとまではね、いきませんが、楽天ミニしか手元にない状況でも、記録用よりも少し上のね、写真としてある程度のものが残せるようになるんで、ちょっとね、活用の幅が広がるんじゃないかなと思います。1円で契約できたスマホのカメラとしてはですね、そこそこ使える性能を見せてくれるようになるはずです。まずこちらがね、楽天ミニを有効活用する一つの方法になります。次の楽天ミニの活用方法としてはですね、無制限 Wi-Fi ルーターとして利用するという使い方ですね。今回楽天ミニが1円で買える条件として、楽天アンリミットっていう回線をセットで契約することになるんですが、こちらの回線ですね、かなり面白い特徴を持っています。1年間キャンペーンで基本料が無料、楽天モバイルの回線エリアと au のね、回線エリアが使えるんで圏外になりにくい、で、楽天回線の方ではデータ通信量が無制限などのね、特徴を持ってるんですね。で、このね、楽天モバイルの回線につなげることができればデータ通信が無制限になるっていうのがポイントでして、この楽天回線につないだ楽天ミニでテザリングを行えば、もうこれだけで無制限 Wi-Fi ルーターの出来上がりというわけなんですね。で、これでね、楽天モバイルエリア内で過ごしている人は簡単にね、無制限 Wi-Fi ルーターが使えるようになるんですけど、まあ、ただね、一つ問題があって、実はこの楽天アンリミット、楽天モバイル回線のエリア内にいても au の回線を掴んでしまうことがあるんですね。この au 回線の方で通信をしてしまうと、高速回線が 5GB までしか使えないってことになるんで、それだとね、無制限 Wi-Fi としては機能してないことになっちゃうんで、強制的にね、楽天モバイル回線をつかめるように楽天ミニの設定を変更しておくと、無制限 Wi-Fi ルーターとして使いやすくなります。この方法はですね、荒川ズブログさんのブログの方法を参考にしてるんですが、アプリでね、楽天ミニが使う LTE バンドを楽天モバイルの持つね、バンド3のみにするといった変更を行うことで、au 回線をつかむことなくね、楽天回線に固定することができるんですね。そうするともう楽天エリア内だけにはなるんですけど、無制限で使えるテザリング端末、 Wi-Fi ルーターへとね、この楽天ミニは進化することになります。
まあ、現状ですね、楽天エリアというのは狭いです。この動画を撮ってる時点で都市圏のね、一部のエリアのみでしか使えないのですが、そうしたエリア内で活動する機会が多いのであれば、このバンド固定によって無制限な楽天回線だけで使えるルーターとして楽天ミニが利用できるのは面白いんじゃないかなと思います。で、最後の活用方法として紹介したいのがですね、LINE ライトを入れてお財布携帯を設定すれば普通にサブ端末として優秀。というか、ちょっとしたお出かけにわざわざメインのスマホを持ち歩かなくてもよくなるというのがあります。まあ、こちらの方法、正直リスクが Google カメラ導入より高いんで、紹介しといてなんなんですが、そこまで推奨してはいません。まあ、でもですね、LINE ライトを入れておけば、メインのスマホを持ち歩かなくても LINE の通知やね、メッセージの送信ができますし、お財布携帯機能もね、有効化すれば自販機とかコンビニとかでのね、買い物も行えてしまうんで、財布すらもね、持ち歩かなくてよくなります。まあ、ちょっとした外出に財布もスマホもいらず、この楽天ミニだけで済ませられるっていうのは、普通にね、便利になるんじゃないかなと思います。ポケットにね、これだけ入れれば万が一のことがあってもなんとかなっちゃいます。これはですね、楽天ミニを手に入れたら普通におすすめしたい運用の仕方なんですけど、まあね、ちょっと問題がありまして、それがね、LINE ライトなんですよね。こちら LINE の公式アプリで、一つのね、LINE アカウントを異なる Android デバイスで使えるっていうアプリなんですけど、日本の Google アカウントだと Play Store から入手できないんですね。国内ユーザーは入手できないように制限されています。なので、もしもアプリを使おうと思ったら、Google カメラ同様にですね、ノラアプリのインストールなんかはしないと手に入れられないんですよね。まあ、これ普通にね、正規のアプリの APK が抜き出されてるアプリを手に入れられればいいんですけど、悪意のあるね、アプリを間違って導入しちゃうと、LINE の性質上、個人情報とかガバガバになっちゃいます。なので、より安全に運用したいんだったら、今回の LINE ライトじゃなくてね、ちょっと使い勝手は落ちますが、LINE のサブアカを作って、家族とか大事な人とやり取りできるように設定しておくという方がいいかもしれません。まあ、細かい形はどうあれね、メッセンジャー系のアプリとお財布携帯をセットしておくことで、サブ端末としての使い勝手は一気に上がるんで、こちらもね、活用方法として紹介したい内容になります。はい、活用方法としてこの3つをね、今回1円スマホである楽天ミニを使う上で提案したいと思います。1円で買えたこのスマホをね、さらに便利に使える機種にしてくれるんじゃないかなって思ってます。まあ、ただね、これらの方法非公式な形になるんで、最後にちょっと注意事項についても触れていこうと思います。まず1円で楽天ミニが買えるっていうのはキャンペーンによるもので、期間限定の内容です。今はね、条件がすごく軽くてお得なんで、おすすめなキャンペーンなんですが、この動画を見るタイミングによっては条件が変更していたり、キャンペーン自体が終わっているかもしれません。なので詳しいことは公式サイトや、あとうちのサイトのね、キャンペーン解説記事なんかだと、条件の変更に追記とかで対応しているんで、もし興味を持ってこれから申し込もうかななんて思ってる場合は、必ずね、そちらを見るようにしてください。で、Google カメラや LINE ライトといったノラアプリ、提供元不明なアプリをインストールする場合はですね、悪意のあるアプリを拾ってしまうと、情報とかね、抜き取られちゃう可能性があります。今回ね、こういう形では紹介してるんですが、実際に導入する場合には十分に気をつけてもらって、申し訳ないんですが、自己責任で行うようにしてください。とりあえず心配ない人はですね、Google アカウントもサブのアカウントを作って、そちらを使うなどしながら自己防衛した方がいいかもしれません。それから無制限 Wi-Fi ルーター化もですね、非公式な形で機能制限をかけるんで、動作がおかしくなったり、あとアップデートでね、方法が塞がれてしまうなんてこともあるかもしれません。まあ本当にですね、今回紹介しておいてなんなんですが、実際に導入する場合には、そのあたりを自分で解決できて、自分の責任でやってもらう形でお願いします。不具合やね、情報漏洩が心配だなって場合には、ちょっと手を出さない方がいいかもです。そこだけはね、ちょっと確認しておいてください。まあ1円で買えたスマホだし、なんかサブアカで色々無茶してみるかって感じの態度じゃないと、合わないやり方かなっていうのはあります。はい、というわけで今回は楽天ミニの活用方法について、ちょっとね、非公式な形にはなりますが、色々提案をさせてもらいました。1円スマホに飽きたという人にはね、ちょっと考え方とか参考になれば嬉しいです。というわけで今回はここまでの内容になります。ご視聴ありがとうございました。